奈良テレビ放送、奈良テレビ放送株式会社、奈良テレビ放送、奈良テレビジョン仕様、LTD は、奈良県を放送対象地域として、テレビジョン放送事業を行う、特定地上機関放送事業者である。通称は、奈良テレビ、略称は、TVN、TV なら、通称や映像とは、順序が逆。1973年4月に開局して以来、 コミュニティ放送を除いて、唯一の奈良県域の民間放送局。2006年、平成18年4月1日12時より、地上デジタル放送を開始した、当初は同年10月1日に開始予定だったが、半年前倒しされた。開局以来、どの系列にも属さない独立放送局で、全国独立放送協議会に加盟している。しかし、 近畿広域県では、テレビ、東京系列局のテレビ大阪の放送対象地域が大阪府のみで、奈良県内では、生駒市など県西部のごく一部の地域を除いて、同局を受信できないことから、それを補完するように、テレビ、東京系列の番組を大量に購入して放送している近畿地方では、和歌山県のテレビ、和歌山や滋賀県の琵和子放送も同様。ただし、 ワールドビジネスサテライトなど、少数のネットセールス番組を除いて、同時ネットであっても CM は差し替えている。また消費者金融の CM も流しておらず、ネットセールス番組内に含まれる場合は、AC ジャパンの CM に差し替える。地上デジタル放送のリモコンキー ID は、9。この番号は、公式には他に、同じ独立局の東京 MX でしか、 使われていない、珍しいものである。また、地上アナログ放送時代の親局のチャンネル番号で、ある 55CH も、日本で最も高い番号であった。なお、デジタル放送では、画素数、1920,080ピクセルの、フルハイビジョン放送を実施している。現在のマスコットキャラクターは、鹿をモチーフにした、確か君と、もしかちゃん。 キャラクターデザインは吉岡秀樹である。近畿地方では最後に音声多重放送を開始したつぼねにして、日本で最後に公式ウェブサイトを開設し、ワンセグ放送を民放では最後に開始したテレビ局でもある。なお、週刊ダイヤモンド2007年6月2日号で掲載された民放127局経営力ランキングでは、規模の小ささゆえに127位。 再開と評されたものの、直近の決算では5期連続で、黒字、2期連続で1億円超の経常利益を計上するなど、独立放送局の中では、比較的安定した経営を行っている。企業、団体は、当時の名称。出店、筆頭株主は15%を出資する奈良県。近鉄グループもグループ3社、近畿日本鉄道、奈良交通。 近畿日本ツーリストの合計で14.64%を出資する。近鉄は天気予報など複数の番組でしばしばスポンサーとなるなど関係が深い。前日の通り、現在は奈良県内におけるテレビ、東京系列局のような位置づけにある。一方で、1990年代までは自社制作の番組は少なく、歴史、教養番組に力を入れていた。 これは、設立目的の一つに学校などに向けた教育放送を行うことが盛り込まれていたためで、かつては NHK 教育テレビジョン、E テレのような教育番組を自社制作していた、現在は行っていない。当初は、小学3、6年生の算数と4年生の社会、奈良県についての2科目で、算数は岩波映画制作所が制作し、 川久保清や堀彩子などの声優が顔出しで出演していた。その後、教育課程の変更により、新しく制作された番組や小学2年の算数の番組は、エキスプレスなどの大阪府の制作会社が制作を担当した。この教育放送は原則として、毎週月、水曜の午前中と金曜の14時台に放送されていた。こういった事情から、 開局して、数年は、週刊 TV ガイドに番組表を掲載していなかった。1984年、昭和59年11月からは、日中の放送休止時間帯を利用して、共同通信社から配信された文字ニュースを、ユトン文字ニュースのタイトルで、日本で初めて実施した、それまでは、カラーバやテストパターン映像が放送されていた。文字ニュースは後に、 KBS 京都、三重テレビ、岐阜放送、群馬テレビなどの各局でも放送された。2003年、平成15年6月に、湯場末彦が代表取締役社長に就任してからは、自社制作が増え始め、ニュース番組が昼間にも放送されるようになったほか、平日夕方と夜のニュース番組も徐々に拡大さて、いった。湯場末彦の社長就任後にスタートした番組には、 湯ば本人が実質的に直接制作に関与しており、自ら出演するレギュラー番組も5本あった、著名人へのインタビューや深夜の映画番組で解説役など、ニュースや地域情報番組へのゲスト出演や改編期などの宣伝番組でも進行役を務めたりと積極的に顔を出していた。他に湯葉は複数の次長を出版しており、 その書籍の CM も放送された。また、地域情報番組、ザックバランの後、番組として放送されていた、気になる時間で、奈良倉兼名義で司会を務めていた、山根康弘が歌うエンディングテーマの PV にも出演していた。なお、湯場は2008年、平成20年、3期満了、任期、1期2年により、社長を退任した。自社及びテレビ。 東京以外が制作しているものには制作局を表記した。なお、重大な災害等が発生し、テレビ東京で報道特別番組が組まれた場合は、番組を中断、休止して同時ネットすることがある。前述のように、デジタル放送の開始当初、2006年、平成18年6月までは、時差ネットのみハイビジョンで放送されていた。テレビ東京で、 字幕放送を行っている番組は、字幕放送を行っている。制作局不明の番組も含む、いずれも、誘導機の放送開始に伴って設置された。当初は、ハイビジョン非対応だったが、後に、ハイビジョン対応の機種に更新されている。公式サイト内の送信書一覧図によると、奈良県内のほぼ全域のほか、その周辺の地域をサービスエリアとしている。 ジョンム DTV。親局の送信書は、従来の松尾山から、生駒山の東中腹に移され、これによりアナログ放送よりも北方向、大阪二勝月市や京都市南部など、へ、受信可能エリアが広がった。また土地原中継局は、和歌山県北東部の橋本市や伊都郡桂木町も、放送エリアに入っている。親局送信所が移転した理由として、奈良盆地では、 VHF アンテナしかない世帯や UHF アンテナがあっても、冷え山やマヤ山等の県外 UHF 局に向ける世帯が多く視聴者確保で苦労したからである。地上デジタル放送開始に備え、奈良市内にこと奈良ならではの歴史的建築物をイメージした新社屋を建設。2004年10月22日に竣工し、同年11月1日に 本社機能を新社屋へ移転。2005年、平成17年4月1日に放送センターも新社屋へ移転した。また、自社でハイビジョン対応の中継車や取材ヘリを導入した。後者は奈良県ヘリポートに常駐。こちらも参照。2005年、平成17年12月2日3時には試験電波の発射を開始。試験放送中は、 テレビ東京発の番組は遅れ、ネット分を含めて全てがメムヒ4、3の標準画質での放送だったが、ニュース ON ステージやザック・バランなどのメインスタジオを使用する生放送の番組は、この頃からハイビジョン放送となった。特に、ザック・バランは、すでにこの頃から VTR もほとんどがハイビジョン化されていた。2006年、平成18年4月の本放送開始後は、一部の CM やテレビ、東京などの他局の制作番組も遅れ、ネット分が翌7月の中継回線デジタル会以降は、大半の番組がハイビジョン化され、同時にデータ放送も開始した。デジタル放送開始当時は、ウォーターマークが表示されていなかったが、2011年、平成23年2月からデジタルは右上に、奈良テレビ、アナログでも右上に、 アナログの文字と下部に終了告知開始した。中継局に関しては、アナログ放送時代は、最大で50局が設置されていたが、デジタル放送では、南市町地域において、他の中継局やケーブルテレビを活用してカバーすることになり、わずか9局の設置に止まり、地上波放送のテレビ局としては、放送大学を除き全国最小の数となった。これは、県北西部。 奈良盆地に県外人口の9割が集中しており、これらの世帯のほとんどが、生駒親局か、栃原局のどちらかを受信できることや、残り1割の人口が散在している吉野大山と高原地域をカバーするには、アナログ放送と同等の数十箇所もの中継局の会が必要となり、経営を圧迫することが勘案されたためである。アナログ時代の両地域の中継局の中には、 協調設備への導入や過疎化などで直接受信世代が皆無になったつ根もあり、地デジへの完全移行よりも前に廃止されたところもある。一方で、県中部に位置する土地原局や五条丹原局以南の地域には一切中継局が設置されておらず、ミニサテライト局を含む、これらの地域では、小マ取りケーブルにおける再放送をもって代替えることになった。 2011年7月24日をもって終了。ジョンム TV。出力は親局を除き映像出力。音声出力は映像出力の4分の1。下記の中継局以外にも多数中継局が存在した。複数掲載されているものは穴穴変更前により、チャンネルが変更された。以下の奈良県外のケーブルテレビでは、区域外再放送が行われている。 奈良テレビの公式ページで紹介しているのは以下の4人。過去には番組単位で出演契約を結んでいたアナウンサーも TVN アナウンサーと称していた。過去に奈良テレビの公式ページで TVN アナウンサーとして紹介されていた人名を記載。特記以外は全員奈良テレビ社員である。2017年4月時点で奈良テレビ制作の番組にキャスターとして出演。 全国紙は除く。いずれもハーフサイズで NHK や在販局と同じフルサイズで掲載されている新聞は存在しない2011年4月現在。ただし、かつては朝日新聞7番に限り最終面にフルサイズで掲載されていた時期があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。